はい、こんにちは、ビョーブです。今回紹介するゲームはアースリバイバル。この動画では2022年9月下旬に開催されたクローズドベータテストで分かった本作の魅力やゲーム性を紹介します。ジャンルは TPS、 本作はオープンワールド採用、建築、クラフト、核収集、マルチプレイのダンジョン攻略、プレイヤー間のアイテム売買といった多岐にわたるゲーム性を持っています。ちなみに英語版の公式サイトでは本作を MMORPG であると歌っています。開発は中国の MMC ソサイティ。2023年に配信予定。対応機種は iOS、 Android、 PC 版も予定されています。中国ではとても期待されており、事前登録者数は689万人を超えています。相変わらず中国の市場規模は半端ないですね。2112年の地球を舞台に、プレイヤーはエイリアンの侵略を受けた世界の生存者として仲間たちと生き残る術を模索します。今回のクローズドベータテストではガチャの詳細は確認できませんでした。本作はおそらく基本プレイ無料のゲームなので、ショップに並んでいた衣装、武器、スキン、家具、プレイヤーの戦闘をサポートしてくれるペットを入手できるガチャが主な課金要素だと予想できます。ここからは私ビョールブが感じたアースリバイバルの魅力をゲーム性とともに紹介していきます。ゲームを開始し、キャラクタークリエイト、フォトリアルなイケメンが出てきて早速びっくり。いじれる部分はかなり多いので、キャラクリガチ勢の人も満足できます。ポストアポカリプティックな SF 世界が舞台なので、マッドマックス感のあるサイバーパンク美女をクリエイトしました。プロローグが開始し、武器を入手。ちなみに PC ゲーマーの私ビョールブは未だにスマホのアクションゲームが苦手です。NPC に導かれ、開けたエリアへ。キャラだけでなく建物も美麗。スマホゲームにしてはなかなかのグラフィックです。ちなみにグラフィック設定はいくつか変更できます。私ビョールブのこのちょっと古い iPad だと若干フレームレートが安定しませんでした。クローズドベータテストで実装されていた衣装がこちら。全体的に硬派な感じですが、ネタ全振りの衣装もありました。本作は少しだけ近接武器を確認できましたが、基本は銃を使った戦闘です。操作性は一般的なスマホシューティングと特に変わらないので、すぐに操作を把握できます。プロローグの最後に強力なバトルスーツを着て戦闘。女性的なメカデザインがクールですね。バトルスーツでボスを倒してプロローグが終了。そして本編がスタート。装備はほぼ失う、サバイバルゲームお約束展開。本作は HP だけでなく食べ物と飲み物の補給も必要です。ホログラム美女リルさんによるチュートリアルがスタート。この広い基地が主人公の拠点です。入手したレーザー分解装置を使って木を伐採。めちゃめちゃ文明が進んでいますね。家具製作台や武器製作台は最初から設置されています。簡易金庫をクラフトして最初から用意されていた小屋に設置。外壁や家具のデザインが一番安物でもクールなデザインをしています。建築のテンプレートを見るとアジア風の家も建築できるようですね。すでに実装されている家具の種類も多いので、プレイヤーの個性が出る家が作れます。プレイヤーのレベルが上がり、ペット機能が解放。犬のチャチャをもらいました。最初からメカ装備をしているチャチャは戦闘に参加してくれる頼もしい相棒です。ペット図鑑からいろいろなペットを確認できました。ファンキーな見た目の動物たちに目が行きがちですが、ロボットたちのデザインもかなり私ビョールブ好み。ペットは攻撃型やサポート型など種類が分かれています。最高まで強化したペットは多分かなり強いと思いますね。強力なペットはあらゆるコンテンツで活躍するのは間違いありません。チュートリアルが終わり、バイクをもらうことができました。乗り物のデザインも活かしてますね。ファストトラベル機能を使って中心地ドゥーガ避難所へテレポート。ドゥーガ避難所へ着くと他のプレイヤーがたくさん。この賑やかな感じがいいですね。本作は MMORPG にあるインスタンスダンジョンのようなマルチプレイコンテンツがたくさんあります。デイリークエストの一つであるダンジョン攻略に挑戦。クイックマッチングで野良パーティーが完成。自動でダンジョンへ移動し4人で攻略していきます。敵の攻撃力が高くて少し苦戦しながらも無事クリア。気兼ねなくマルチプレイを楽しめるのは嬉しいポイントですね。このように本作はコンテンツが膨大なので、配信開始からしばらくはやることが尽きないのは確定ですね。私ビョールブが感じたアースリバイバルの課題は2つあります。1つ目は UI のデザイン。表示されるボタンの数がさすがに多すぎ、ここのボタンを非表示にできる設定が欲しいと感じました。2つ目は翻訳。これは中国のゲームあるある、違和感を感じる文章が数多くありました。こういった課題はありますが、本作はゲーム内からアクセスできる詳細なアンケートを複数回募っているので、改善にはとても期待できます。
はい、というわけでアースリバイバルはマルチプレイの TPS が好きな方、建築要素が好きな方は要チェックなゲームだと思います。今後アップ予定の動画はこちら、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。